それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日はですね、このビジネスパーソンの英単語帳という本をご紹介したいと思います。で、確か他の動画で以前お話ししたことがあると思うんですけど、今私は英語を勉強しているので、近所でこの本がたまたま安く売っていたので、購入しました。で、2009年の本でした。で、内容としてはですね、このビジネスパーソンのっていうふうに書いてあるんですけど、内容としてはそのビジネスで使うようなすごく難しい単語がたくさん書いてあるわけではなくて、ここに書いてあるようなたった65でうまくいくという内容になっています。で、つまりですね、頻度として非常にたくさん登場するような英単語で、かつ日本人が間違いやすいような単語について、どういうふうに表現すれば一番より正しくニュアンスが伝わるかとか、ポジティブに伝わるかということを、書いてある本です。例えば「say」とか「tell」っていうふうに言うんではなくて、その代わりに「share」っていう動詞を使うと、単純に言ったり伝えたりするだけではなくて、みんなで意見を分かち合ったりとか、成果を分かち合ったりするニュアンスが出てきますねとか、あと、個人的に一番よく使う割に、知らなかったというか、あんまり使ってなかった単語は、エイム、トライ、やってみよう、やってみるっていう単語、トライっていう単語の代わりに、エイムトゥっていう、目指すっていう単語を使うと、では単純にやってみるっていう、なんていうか、根性論とか、希望的観測ではなくて、ちゃんと目的として目指しているんだっていうニュアンスが出るというようなことが書かれています。例えば今パッと開いたところだと、プロブレム、We have a problem って言ってしまいがちなところを、We have an issue っていうふうに言うと、そのプロブレムは単純にただ問題があるっていうだけなんだけれども、イシューだと、その課題っていうようなニュアンスになると。この辺りの微妙なニュアンスっていうのが、確かに日常会話してると伝わり方に差が出てくるなっていうのは感じるので、この辺りのニュアンスを少しずつ意識しながら、この65を中心に、自分ももう少し勉強を深めていければなというふうに今思っています。今日短いですが、これで、終了したいと思います。以上です。